私の毒は甘くしびれますよ。血のように。私の教室に納金は不要です。エレガントな振る舞いを見せ。ではお覚悟を。あなたがマスターですか。物好きな人ですね。私の本性を知ってもなおマスターでいられるでしょうか。あなたが私の働きを見ているように、私もあなたの振る舞いを観察しているのですよ。そこのところお忘れなく。あなたはあまり才気あふれるタイプではないようですね。いえ、それが悪いというつもりはありません。我々サーバントの戦闘力は主であるマスター次第という側面があります。もしも私が不甲斐ない戦いを晒してしまっているとしたら、それはあなたの責任でもあるのです。どうしました？私が書物を読んでいるなんて意外でしたか。ああ、体重は努力で減らせるのに、背丈は削るしかありませんね。私はこのような外見ですから、冷酷で無慈悲な女だと思っているのでしょう。もちろん間違いではありません。敵だと認定した者に容赦ないだけですよ。安心してください。今のところあなたはその限りではありませんので。この部屋少し狭くありませんか。ああ、私の書物が増えたせいでしょうか。良識あるあなたが繁栄雄の私と共にいる。矛盾だらけの世界の縮図のようですね。あなたの第一印象はそれほどでもありませんでしたが、時間をかけ知れば知るほど美味しそう、もとい良識と勇気、何より将来性があることが分かってきました。食わず嫌いはいけないということですね。このところ出撃するたびに充実感めいたものを感じ、次の出撃が待ち遠しく感じます。あなたの役に立つことが嬉しいのです。戦闘中のあなたの行動を見てきて分かりました。あなたは普段こそ凡庸ですが、窮地においては間違わない人物であると。私の好みを把握し、私が嫌がることを理解し、時に天然に時に気を使ってくれる。なんということでしょう。あなたは予想以上の、いえ理想のマスターのようです。でもこんな時私はどんな顔をすればいいのでしょう。早くこの戦いを終結させましょう。そしてその後はじっくりたっぷりと平穏を味わいましょう。あなたの指揮官ぶりは素晴らしい。さあ何なりと指示を。ただ夜伽であるならこちらにも準備が必要です。しばしお待ちを。